へえ、人気になるとこんなの出るんだな。行くぞ。はい先生、どちらへ行きましょう。ビール様の登場だ。この雰囲気、この顔、やべえ、ヒーローやめたい。あの人は地上最強の男と言われている。キングだぞ。キング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 、この度は誠に申し訳ございませんでした。キング万歳。この変態、土下座で痙攣し始めたぞ。キングさん半端ない。キングさん、怪人の気配を感じ取って来られたんですか。忙しいんだ、俺に構わないでくれないか。すいませんでした。ありがとうございました。へえ、帰った。早く帰ってプレイしよう。S 級集会にも来ていたヒーローです、キング。あの男は埼玉先生を差し置いて最強の称号を手にしている。怪人よ。怪人だ。キングの実力を見る良い機会かもしれません。様子を見ましょう。 S 級ヒーローのキングだな。貴様を抹殺する。 S 級ヒーロー7位のキングと知ってのことか。この音なんだ。キングエンジン知らないのか。キングさんが戦闘態勢に入った時に鳴る音だよ。データを取るために全力で戦ってもらおう。こいつロボットか。わかった。だが一度トイレに行かせてもらおうか。ここで10分待つ。1分遅れるごとに10人殺す。あれはロボットですね。それもかなり強力。最低でも災害レベル鬼は行く厄介な相手です。どうしてこうだった。キングエンジンってなんだよ、バカか。俺の目の前に凶悪な怪人が現れ、目を閉じている間に誰かがやっつけていた。それだけなのに、いつの間にかヒーロー協会に S 級ヒーローの証を送りつけられ。まさかこんなことに。ごめんごめんよ。で10位以内を目指せを達成するにはこのくらい。んじゃ負けんなよ。なんとか無事に帰れたけど、ゲームでもやって忘れよう。ヒロキシスターズシリーズはやっぱりオープニングが凝ってるな。これはワクワクが止まらん。どうしよっかな。キングでいいんじゃね。いや、ヒーロー名はちょっと。何この人、なんでいるの。困るな。勝手に人の家に上がり込んでもらっちゃ。名前を決めて。やめろ。なんだこのゲーム、面白そう。じゃあこれやろうぜ。うん、そうだね、そっちの方が。ってなんだこいつ、 B 級のくせにずうずうしいし、タメ口だし。うわ、焼却。内部構造を誘拐させた。でかい体が災いしたな。熱い。まあ一応格ゲーならいくつかの大会で優勝してるけど。なんでさっき逃げたんだ。今ジェノスが戦ってるんだけど、それ聞きたくてついてきちゃったけど。お前ゲーム始めてるし、頼む、教えてくれ。まただ。キングには怪人とか怪獣を引き寄せる何かがあんのかもな。自分の家まで押し寄せられたら戦うしかねえだろ。ジ、このレーザーをなんとかしないと。勘弁してくれ神様。俺はただ巻き込まれただけなんだ。ただ現場に居合わせただけなのに、周囲は俺が倒したと思い込む。キングを追っているようだな。ああ、言わなければ、言わなければ。今言わないと彼は。強い評判も経歴も全部嘘だったって。なんでそこに立っている。鳥は、こいつ。ねえ大丈夫か。
ゆっくり開けてみろ。あなたは。俺？ひどい怪我。こんな怪我大したことね。おい、どうした？おい。